はい、おぼちゃんです。最近チャット GTP4 オムニという AI を利用して、昨今何かと話題の AI による画像生成とはどんなものや、使ってみないとどんなもんかわからんので導入しました。なかなかフリーターの身に月額3000はハードル高いんですが、思ったよりできるやつなので、感心しております。まだまだ使いこなしはできてませんが、今回は夢の旧作のドグラマグラの文章はどんな風にイラスト化するのか、試してみました。ちなみにイラスト生成条件は、文章の前に次の文章を、人間は日本人、暗い雰囲気でカラーイラストを作成してくださいとだけ入れて、イラストを作成させてみました。そして文章はその情景を伝えるのではなく、原文をそのまま与えております。なので、え、それとなるイラストもありますが、条件指定しても微妙なところありますので、今回は先ほどの指示だけでやってます。作品が古めなので、求字や表現の仕方と多分 AI が理解できずに生成できない文章もありましたが、その場合は現代の表現に修正してイラストを作成させております。ちなみに作品全部ではございません。チャット GTP4 は有料でも現在利用制限がありますので、画像生成できるのも1日20枚ぐらいが限度です。まあこんな感じなのかって見てもらえればこれ幸い。それでは行ってみましょう。番頭か、大事よ大事よ、なぜ踊る。母親の心が分かって恐ろしいのか。ブー、私がうすうすと目を覚ましたとき、こうしたミツバチのうなるような音は、まだその弾力の深い余韻を私の耳の穴の中にはっきりと引き残していた。それをじっと聞いているうちに、今は真夜中だなと直覚した。そうしてどこか近くでボンボン時計が鳴っているんだなと思い、またもうとうとしているうちに、そのミツバチのうなりのような余韻はいつとなく次々に消え薄れていって、そこいら中がひっそりと静まり返ってしまった。私はふっと目を開いた。かなり高い白ペンキ塗りの天井裏から、薄白いほこりに覆われた裸の電球がたった一つぶら下がっている。その赤黄色く光るガラス玉の横腹に大きなハエが一匹止まっていて、死んだようにじっとしている。その真下の硬い冷たい人造石の床の上に、私は大の字なりに長くなって寝ているようである。おかしいな。私は大の字なりにじっとしたまま、まぶたをいっぱいに見開いた。そうして目の玉だけをぐるりぐるりと上下左右に回転させてみた。赤黒いコンクリートの壁で囲まれた2軒四方ばかりの部屋である。その三方の壁に黒い鉄格子と金網で二重に張り詰めた大きな縦長いすりガラスの窓が一つずつ、都合三つ取り付けられている。とても用心健康に構えた部屋の感じである。窓のない側の壁の付け根には、やはり頑丈な鉄の寝台が1個、入り口の方向を枕にして横たえてあるが、その上の真っ白な寝具がきちんと敷き並べたままになっているところを見ると、まだ誰も寝たことがないらしい。おかしいぞ。私は少し頭を持ち上げて自分の体を見回してみた。白い新しいゴワゴワした木綿の着物が2枚重ねて着せてあって、短いガーゼの帯が1本胸高に結んである。
そこから丸々と太って突き出ている4本の手足は全体にどす黒く赤だらけになっている。その汚らしさ、いよいよおかしい。こわごわ目手を上げて自分の顔を撫で回してみた。鼻がとんがって目が落ちくぼんで、頭がボーボーと乱れて、顎ひげがもじゃもじゃと伸びて、私はガバと羽を着た。もう一度顔を撫で回してみた。そこいらをキョロキョロ見回した。誰だろう、俺はこんな人間を知らない。胸の動悸がみるみる高まった。早金をつくように乱れ打ち始めた。呼吸がそれにつれて荒くなった。やがて死ぬかと思うほど喘ぎ出した。かと思うとまたひっそりと静まってきた。こんな不思議なことがあろうか。自分で自分を忘れてしまっている。いくら考えてもどこの何者だか思い出せない。自分の過去の思い出としては、たった今聞いたブーンというボンボン時計の音がたった一つ記憶に残っている。それっきりである。それでいて気は確かである。新刊とした暗黒が部屋の外を取り巻いて、どこまでもどこまでも続き広がっていることがはっきりと感じられる。夢ではない、確かに夢では。私は飛び上がった。窓の前に駆け寄ってすりガラスの平面を覗いた。そこに映った自分の顔形を見て、何かの記憶を呼び起こそうとした。しかしそれは何にもならなかった。すりガラスの表面には髪の毛のもじゃもじゃした悪気のような私自身の影星しか映らなかった。私は身を翻して寝台の枕元にある入り口のドアに駆け寄った。鍵穴だけがポツンと開いている真鍮の金具に顔を近づけた。けれどもその金具の表面は私の顔を映さなかった。ただ黄色い薄暗い光を反射するばかりであった。寝台の足を探して回った。寝具をひっくり返してみた。着ている着物までも帯を解いて見返してみたけれど、私の名前はおろか頭文字らしいものすら発見しえなかった。私は唖然となった。私は依然として未知の世界にいる未知の私であった。私自身にも誰だかわからない私であった。こう考えているうちに、私は帯を引きずったまま無限の空間をスーッと垂直にどこかへ落ちていくような気がし始めた。腹綿の底から湧き出してくる旋律とともに我を忘れて大声を上げた。それは金属製を帯びた突拍子もない甲高い声であった。がその声は私に過去の何事かを思い出させる間もないうちに四方のコンクリート壁に吸い込まれて消え失せてしまった。また叫んだ。けれどもやはり無駄であった。その声がひとしきり激しく波動して渦巻いて消え去った後には、四つの壁と三つの窓と一つの扉がいよいよ厳粛に静まり返っているばかりである。また叫ぼうとした。けれどもその声はまだ声にならないうちに喉の奥の方へ引き返してしまった。叫ぶたんびに深まっていく静寂の恐ろしさ。奥歯がガチガチと音を立て始めた。膝頭が自然とガクガクしだした。それでも自分自身が何者であったかを思い出し得ない。その息苦しさ。私はいつの間にか喘ぎ始めていた。叫ぼうにも叫ばれず、出ようにも出られぬ恐怖に包まれて、部屋の真ん中に棒立ちになったまま喘いでいた。ここは監獄か、精神病院か。そう思えば思うほど高まる呼吸の音が、木枯らしのように深夜の夜壁に反響するのを聞いていた。そのうちに私は気が遠くなってきた。目の前がずーっと真暗くなってきた。そうして棒のように硬直した全身に
生汗をびっしょりと流したまま仰向けざまにストーンと倒れそうになったので我知らず観念の目を閉じたと思ったが、またはっと機械のように足を踏み直した。両目をカッと見開いて寝台の向こうのコンクリート壁を凝視した。そのコンクリート壁の向こう側から奇妙な声が聞こえてきたからだった。それは確かに若い女の声と思われたけれども、その音調はとても人間の肉声とは思えないほどしゃがれてしまって、ただ底悲しい痛々しい響きばかりがコンクリートの壁を通してくるのであった。お兄様、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 もう一度今のお声を聞かして。ということで、こんなん出ましたって感じですかね。というか録音環境悪すぎですね家だと鳥の声や生活環境雑音入りすぎるので、役場の給湯室で録音してました。ちょっと反響してますね。なんかネタ見つかったらまたやるかどうかは分かりません。それではまた。